ベ式ファサード・ケルス国立宮殿は、ポルトガル・ケルスにある18世紀の宮殿、ケルース宮殿とも、ケルスは王宮であり、そのアフレンばかりのバロックイコール・ロココ建築と、庭園から、ポルトガルのベルサイユとも呼ばれている。ケルスの建物は、ジョアン・ゴセイチカの1747年に、ポルトガル人建築家マテウス・ビセンテデ・デオリベーラ式の元工事が始められた。彼は、 1755年のリスボン地震で崩壊した首都再建に関わるため宮殿を離れるまで指揮をした。彼はいくつかの中には庭園に面した霊式用ファサード、セーフランシスコの塔などを設計した。二代目の宮殿建築家はフランス人ジャンバティスト・ロビヨンだった。彼はロココ様式で庭園、建物、内装を設計した。彼はヨーロッパの他の宮殿で、 一般的な U の字型の平面図を採用した。彼は美しい階段のある栄誉の間を設計した。庭園のロココタイル宮殿の部屋はすべてロココ絵が金箔を貼った木とタイルで壮麗に飾られた。例えば礼拝堂はポルトガル人彫刻家シュルベストレファリアロボによる金箔張りの木で装飾された。庭園は多彩式のポルトガルタイルや噴水同様。 イタリアやイングランドから運ばれた瓶型飾りと像で飾られた。1794年、マリア一世時代、ケルス宮殿は王宮となった。マリア一世の老格は、1785年から1792年に、かけ、建てられ、マヌエルカイタのデスーザにより設計された。現在ここは、ポルトガルを訪問した外国元首の迎賓館である。ありがとうございます。